遅かれ早かれ力の追求が招いた結果と向き合わなければならない。エラミスはディープストーンクリプトを介して暗黒への理解を深めた。けれど確かではなかった。奴らの失敗を利用しましょう。エウロパの隠された秘密が今私たちの目の前にある。ディープストーンクリプトの中に眠るのが何かもう知ってるでしょ。ベックスの遺伝子の中に秘匿された暗黒の生きた化身よ。祖父クロビスは永遠の命を望んでた。探し続けた果てに彼はそれを自分で作り出したの。祖父の不老の泉から私をはじめとした全てのエクソが生まれた。私たちのうちには暗黒がある。この真実から目をそらすことはできない。受け入れるほかないのよ。ディープストーンクリプトに踏み入ったガーディアンたちは眠っていたエウロパの機械をよみがえらせた。失われた知識が彼らに宿ってる。今がそれをつかみ取るチャンスよ。のストレステストが行われてた場所よ。極端な気温を体験させたり放射線や爆風を浴びせたりで、ね、